4連休の初日、今シーズン3度目の5連戦の幕開けです。2020明治安田生命 J2 リーグ第20節ヴァンフォーレ甲府対京都サンガ FC の一戦をお送りします。では甲府のスターティングメンバーです。前節からは8人の入れ替えです。岡西、小柳、新井、今津、藤田、中村、武田、内田、松田、泉沢、そしてラファエルという布陣。続いて京都です。前節からは2人の入れ替えです。若原、森脇、ヨルディバイス、ウェービス、飯田、庄司、荒木、黒木、曽根田、金久保、ピーター・ウタカ。もう一度甲府、武田です。見てもらっても分かりますけどスペースないですよね。シュイボール、ラファエルヘッド。いや、いいボール入れましたね今ね。はい、ピーター・ウタが抜け出します。足元を収めて前向き、ワンタッチで払ってシュート。キーパー岡西。ピーター・ウタが一つ持ち味が出ました。やはりこういうボールですよね。はい、中盤のプレッシャーを無効化するロングボール、そしてスペースへのボール、あとは前を向いていいタッチしましたからね。遠いサイド、小柳が競ってもう一度拾ったのは今津です。遠目から狙っていった、セカンドボールを拾って武田が狙いました。いや、無回転のようなシュートでしたよね。はい、ここ相当な距離あったんですけどもね、落ちてますし揺れてますからね。武田から泉沢を狙って、泉沢折り返し、松田ヘッド。クロスバーの上を越えていきました。いや、決定的なシーンでしたよね。はい、武田からですかね、ここ裏を取った泉沢、はい、ようやく身を結んだかなと思ったんですけどもね、松田少しこうボールが長かったんでね、ひねりきれなかったですかね、ヘディングね。中央、庄司から右、森脇、縦パス、曽根田、森脇ミドルシュート。まあ、少し距離があってね、その分 弱くはなってしまいましたけどもね。ここでそのギャップを使います。ここ開きましたよ。泉沢、裏に武田走らせて収めました。内田ダイレクトでクロス、ニアサイドシュートを放つ。ゴール前最後太田のシュートでしたが、枠を捉えることはできませんでした。一回縦に入れて、そこにまた集結させたいですね。いいボールでしょ。太田持ち直してマイナスのクロス、内田のシュート。ジャストミートはしませんでした。いや、絶好のボールですよね。左足にしっかり太田ですかね。武田フィニッシュ。若原のキャッ正面です。で、今のもね、本当ショートカウンターのような形になってね、シュートまではいったんですけどもね。はい、曽根田ドリブル、曽根田、ここに味方はいませんでした。そうですね、上がってこれなかったですかね。まあ、上がってしまうと泉沢フリーになってましたからね今ね。はい、そしてここで試合終了のホイッスル、両チームの選手倒れ込む形となりました。昇格争いのライバル同士の一戦は勝ち点1を分け合いました。ホームの甲府はこれで5戦負けなし、勝ち点33としました。